ベルネレワンは、フランス、奥下に位地域圏、ピレネーオリアンタル圏のコミューン。カニグー山の麓、と、カディーダニの中にある。ベルネは19世紀から20世紀初頭に最盛期を迎えた温泉保養地である。1940年の洪水で村の施設が破壊されてしまった。温泉はリウマチ、花の慢性疾患、喉や気管支に効果があると言われた。温泉のほか。 村は山の中にあるため多くのハイキングコースの出発点となっている。ベルネはカディー谷の中のビルフランシュドコンフランの南 9km のところにある。毎日のバス路線が県バス、サービス部門によって提供されている。874年以降、サンサトゥルナン教会があったことが述べられている。それはカディー川ワサに立っていた。 もともとベルネを支配していたのはセルダーニュ博であった。セルダーニュ博の堂々とした城が隣のカステイユにある。1007年、町はサンマルタンデュカニグー修道院の管轄下に入った。領主の城が12世紀までに現在の場所に築かれた。村の中核を形成する人口を再編したのは城の近くだった。これが現在のベルネである。 古くに建てられた教会の周りの集落は放棄された。領主は帝都川谷と往復するルートを管理し、しばしば農民や修道士たちから金品を奪い取った。1710年、洪水でサンサトゥル南教会が破壊された。そして、教区の席が現在の教会の礼拝堂に移された。19世紀、ベルネはその源泉で知られる温泉保養地となった。 1940年の洪水で温泉施設のほとんどが破壊された。しかしカジノが再開され、温暖な気候やその風景の美しさを満喫したい、新しい住民を引きつけている。ベルネ城古いベルネ村は19世紀に大幅に修繕された城が見下ろす、現在の村の北の丘にある。古い礼拝堂は、現在の教区教会で西側に近接する。 サントマリード・ピュイグ教会は1176年に名が記されたかつての礼拝堂である。古いサン・サトゥルナン教会が洪水で1710年に失われた後、教区教会となった。城や教会の周囲すべてが開発され、カディ川が将来洪水を起こした場合安全なように、住宅は丘の斜面に広がり、裏通りのネットワークも備える。いくつかの家は、 美しいファサードが中世の城は東側にある長方形の塔のみで、建物の残り大部分は19世紀に再建されたものである。参照元 INSEE。ありがとうございます。